光の軌跡が残せる GoPro の最新機種が発表されました。これを使えば、いわゆる SNS 映えにも貢献できそうです。こちらは、小型ビデオカメラなどを製造・販売する GoPro が新たに発売した機種で撮影した映像です。手前に映っている男性の手から火花が出ているような仕上がりになっています。 カメラの録音時間を長くした状態で光源を動かすことで光の軌跡を残しますこの機能を使えば光で文字やイラストを書くこともできますこの撮影機能は従来の機種では複雑な調整が必要でしたがモードを選ぶだけなので初心者でも簡単に設定ができるということですまた、一つの動画から画質を落とさずに 縦型・横型どちらの映像も切り出せる新しい画面比率8対7が導入されました若い世代を中心にスマホに合わせた縦型動画の需要が伸びていてこれに対応した形です価格は1台7万2千円です GoPro はテレビ業界や映像クリエイターだけでなく一般のユーザーに向けてもターゲットを広げたい考えです